今日午前0時過ぎ、福岡県久留米市で撮影された防犯カメラの映像です。手前から走り抜けた乗用車が川のようになった道路でいきなり止まりました。エンジンをかけようとしても動きません。水が溜まってるのが見えなかったんで、お事故したかなっていうような。でいきなり水がもうバサーってかかって、でそのままもうエンジンかからなくなったんですね。警察の方が言うには、もう水没しているところが多すぎて、通れなく、するのがもう間に合ってないと。防犯カメラを設置しているこちらの会社は、毎年のように浸水被害に見舞われていますが、今年は止水板や土のうを置くなど対策を強化しました。いつもは 7月の頭ぐらいの梅雨時期に大体するんですけど、今年はそれで安心はしてたんですけど、でいきなりこれなんで、もうかなりうんざりですね。一応こういう対策するのにも時間かかるからですね。してまたそれをまた撤去しないといけないんで、まあ、結構大変ですね。最大級の大雨とか言ってるんで、それがちょっと心配ですね。久留米市によりますと、筑後川の支流が溢れたことが道路が冠水した要因の一つと見られています。このいわゆる内水氾濫は、筑後川の本流から水が逆流しないよう支流との間の水門を閉じることで起きます。久留米市は急遽排水のためのポンプ車の派遣を福岡県などに要請しました。筑後川の支流旧陣屋川は水門が閉められたためにポンプ10本を使って筑後川に排水を行っています。この陣屋川沿いに住宅があるんですよね。でこちらが増水すると床上床下とかなりますから、そこは非常に行政としても注意しますので、こういったやつを要請をして、できるだけ排水をするという策を取ってますね。はい、ここはあと2日ぐらいはかなりまだ雨が多くなるような見込みもありますので、ちょっと我々としては非常に気になるところじゃありますね。福岡県の南部などには昨日午後、雨雲が帯のように連なって次々と流れ込む線状降水帯が発生。今日にかけても発達した雨雲が九州北部にかかり続けています。長崎県雲仙市では崖崩れが発生して住宅2棟が巻き込まれ、1人の死亡が確認されました。この現場では以前も崖崩れがあり、犠牲者が出たということです。もともとはね、小川が流れとったと。小川が、20何年前にね、行ってあったと。一人亡くなった、一方、佐賀県神埼市でも道路の乗り面が崩れたため、土のうを積むなどの応急的な復旧作業が行われていました。佐賀市のこちらの川には茶色く濁った水が川幅いっぱいに流れています。周囲の住宅には浸水の恐れがあるとして行政が避難を呼びかけています。普段ならそこまで見えるという川は水位が急激に上がり、濁流と化していました。神社の周りのお堀もかなり水かさが増していて、いつもは座れるベンチもこのように完全に水没してしまっています。降り始めからの雨量は佐賀市で 560.5 ミリ、嬉野市で 541.5 ミリに達していて、住民からは不安の声が聞かれました。あそこは全面通行止めと建て札があったんで迂回してきました。そして午後になり、雨は再び激しさを増します。佐賀市にある飲食店は昨日の夜の雨で浸水し、店の厨房にも水が流れ込みました。周辺の道路がまた冠水し始めたため、入り口に土のうを積んで急ピッチで対策をしていました。いやー、まさかここまでなってると思わなくて、はい、いや今日はちょっともう休まざるを得ないと思います。
久留米市内の公園です。あちらご覧いただけますでしょうか。遊具が水に浸かってしまっています。というのも本来であればこの道路脇からあちらの木の手前まで川が流れているということなんですが、越水してしまってご覧のように辺り一面湖のようになっています。普段は家族連れでにぎわう福岡県久留米市の公園や周辺の住宅地は水に浸かっていました。すぐ横を流れる筑後川の支流で午前中からポンプ車による排水作業が行われていたものの、激しい雨によって水が溢れてしまったのです。お盆休みを直撃した今回の異例の長雨、週が明けても断続的に降り続く恐れがあり、いつ土砂災害などが起きてもおかしくない状況にあることから、最大級の警戒が必要です。